第3試合です、20分一本勝負、長谷川千佳子対下田美和ということですけれども、長谷川選手、下田選手ね、先輩ですけれども、今日は真っ向から勝負という感じですか？とにかく思いっきりぶつかっていくだけなんで、勝ちとかにこだわらないで思いっきり自分をどんどんぶつけていきたいと思います。後楽園ホールの、ね、ファンもね、はい、元気なファイト期待していると思うんですけども、どうでしょう？はい、新人らしく元気よくいきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、迎え撃つは下田美和選手ですけれども、下田選手、今日は胸を貸すという感じですが、どうでしょう？そうですね、胸を貸すっていう感じにしないと、私後輩いじめみたいに試合がなっちゃうんで、そうですね、胸を貸すようにドンと構えていきたいと思います。長谷川選手はね、昔の下田選手の面影があるというふうに言われますけれども、そのあたりどうでしょう？どうでしょう、でも関係ないでしょう、試合になったらね。今日は先輩の洗礼をと。そうですね、頑張ります。第3試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー、ラスカチョラスオリエンタルス145パウンス、下田美和。赤コーナー、140パウンス、長谷川千佳子。レフリー吉田真理子。さあ、第3試合です。20分一本勝負シングルマッチです。下田美和対長谷川千佳子ということですけれども、今レフリー吉田真理子ってコールがかかった途端、みんな拍手って言いますか、わーっつきましたね。そうですね、なかなか板についてる感じがしますけれどもね、ここまではね、地方巡業ではすでにもう、はい、試験的にやってるんですけども、あ、後楽園で、これは復帰を前にしたサブカムバックのようなもんですか？リング慣れですね、要するにね、かなり感が狂ってないですから、ただ先日医師に診察したところ、ちょっと夏の復帰がちょっと厳しいですか？そうですか、いや本当にね、こう長いんでね、復帰がいつになるかと不安の皆様もね、脊髄、頸椎、危ないですからね、まあ、じっくり直さないと ね、 そうですね、これはね、本当にレスラー選手生命にかかりますから、だからまあファンの皆さんにですね、顔を忘れられないようにと。なるほど。しながら、それでもこうやって動いてる吉田選手見れるっていうのはなんか嬉しいような気がします。なんか、はい、今日のお客さんも得したなという気が、そうですね、感じがするんじゃないでしょうかね。この長谷川千佳子っていうのは下田の過去形みたいな選手です。過去形、はい、ちょうど入門当時の、はい、またなんか怒られそうですけど、下田っていうのは下田選手が青春だった頃ですね、なんかルックスが、ちょうど今の長谷川千佳子みたいな、あんな感じだったですね。美和ちゃんという感じですよね、昔はね。そういった若き日の自分を長谷川に今見てるのかもしれませんけれども、お互いに家庭環境がまあ似てるって言えば似てる面があるんですよ。なるほど、まあ、要するに、まあ、お嬢さんがあるんですね。なるほど、お嬢さん的な、なかなかね、下田もそういったお嬢さん的な部分からなかなか脱皮できずに、ここまで来て、それでまあ一つね、ヒールに転向ということで、まあそれを契機に、なんかこう最近はいじめ役というかですね、なんともこう、強い下田選手が見られるというような試合ですよね、はい、だけど長谷川選手もこのクラスのね、相手とシングルでやれるっていうのは非常にこれチャンスですね、いいチャンスと言いますか、まあ前線をしろとか勝てとか、それは多分望むべくもないという感じはするんですよ、今のレベルですと。ただなんか一つやってほしいですね、そうですね。先ほどは渡辺雅美があそこまでお客さん沸かしましたんでね、やってくれましたね、そういう意味では渡辺雅美というのは平成元年に限りなく近くなってきましたよね。そうですね、割と早い時期に大化けするんじゃないですか、あの選手は。長谷川千佳子選手の方は要するに技術以前になんとなくこのまあハート的なメンタル的な部分なんですかね、もうちょっとずずしくならないとプロレスラーって言えないんじゃないかなというような、ずずしいというのはリングに上がってからの度胸って言いますかね、はい、そういう部分で、まあ、ただですね、お嬢さん騎士が抜けないのかなという感じですけれども、こういう近子が好きだという男性ファンも結構いるんですよ、多いですね、実は。なんだかかわいそう。
そういう意味では、まあ、あの前女っぽくないルックスなんですよね、うん、どっちかというと JWP 系みたいな。なるほど。ただいじめられっ子じゃやっぱりレスラーですからね。まあ一応 ね、はい、勝負の世界ですからね、そうも言ってられないという感じですけれども。あ、ダメだ、今反撃を。先ほどからちょっと長谷川全く攻めさせてもらえないという状況で、リング中央なんとも小肉らしい攻めを続ける下田です。ただいつの間にか下田選手の方も試合に全く危なげないとかなくなっちゃったんですよね。一つ形になっちゃったんですよね、下田スタイルというか。うん、まあメキシコ行ってそしてラスカチョーラスに参加して、それでいろいろとね、どちらかというと曲折で、あの、はい、LLPW のあ、そうですね、LLPW の迎撃チームということでね、ええ、リングに上がった時はすごくいいファイト見せましたしね、はい、やはりLL でそのハンダを泣かした事件というのは一つのこの下田の自己アピールの契機になったんじゃないかっていう気もしますよね。LLPW が後楽園大会をやった時 の、はい、あの対ハンダ戦シングル、はい、この時の下田選手は素晴らしいファイトでしたよ。うん、下田美馬のレスラー生活の中のベストバウトじゃないか、ベストバウト敗れたんですけどもね、はい、あの要するにあのこの下田とかですね、あの次に出てくる三田っていうのはあのキャリアがあるんですけども、前場の中でちょっとランクが位置付けが難しくなってますよね、はい、そういう意味でやっぱり他団体とやるとその自分の実力というものがあの発揮できると思うんですよ。うん、あのそういうあの格とかランクないですからね。また自信を持って試合に臨むも臨んでるんですよね。あ、それはまた逆光あのいい方に効果して、普段はなかなか見れないような当社のファイトが出せるという感じですけども、さあ長谷川の逆襲が頑張れ、やっとここで始まるのかというところですけども、やはりそうは佐世治先輩の意地。下田も衣替えですか、おへそを隠しちゃいましたね。そうですね、あの、はい、色とか雰囲気は似てるんですけど微妙に違いますね、はい、さあこれはうまいぞ、逆さ抑え込みですがカウントは2。さあ先輩には体から当たっていきたいという風に話しておりました長谷川ですけれども、ここまでは全くまだ当たらせてもらっていないという感じですが、ここはどうか、ジャパニーズレッグ、あうまいんですけれども、これはカウント2。ブリッジは綺麗ですね、長谷川選手ね、はい、ただ今の攻めでも自分が攻めてるんだか攻められてるんだか分からなかったですね。そうですね、ここへまだ固め技なんかがですねちょっと多い部分でぼやけてるんですよね本当に、はい、これだという攻めを見せてほしい長谷川千佳子、しかしやはり先輩は甘くありません。強い下田が見られますよね、はい、こういう展開ですと、まあ、若い頃もねずっと不甲斐ないと言われていたんですが、あっとこれは今ツームストーンパイルドライバーの形に持っていこうとしたんですが、体が向こう側に行っちゃったんですよ、はい、あそして豪快なダイビングボディープレス、あまだ力の差があるって感じですね、長谷川千佳子、これはなすすべありませんでしたね、全く全くいいとこなかったですね、全くいいとこなしで敗れてしまいました。いやこれはちょっと下田もなんか怒って帰っちゃったような感じですよね、あまりの不甲斐なさに下田も早々にリングから姿を消してしまいました。第3試合は下田美和が長谷川千佳子を破りました。勝ちました下田美和選手です、あっという間の勝利でしたけれども、まあ当然だと思うし、なんだろう、私はあんなやつに構ってる暇ないっていうか、まだ本当この会社でもね当たりたい人とかいっぱいいるし、自分はまだまだだと思うから、あんなやつに構って足踏みしてる場合じゃないと思うから、今日はもうこんなもんでいいんじゃないですか。あの試合後早々にねリングから降りてってしまいましたけど、何か不甲斐なかったんじゃないですか。っていうかね、もっとなんかね結構見てなんか華やかさを持ってると思うんだけど、なんかそれが試合と全然ね一緒にそうだから、もっとね練習なりなんなりしてやってきた方がいいんじゃないかなっていう怒りっていうか、私もできなかったらそれなりに努力するけど、それが見られないかったからそれなりのあれじゃない、そうですね。